ピカソ美術館は、フランス南部の地中海沿いの都市アンティーブにある美術館。アンティーブ・ピカソ美術館ともいう。ピカソ美術館は、フランス南部プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏のアルプ・マディティーム圏にある都市アンティーブにある私立美術館。アンティーブ旧市街の海寄りに位置しており、地中海を見下ろすことができる。画家パブロ・ピカソの作品が中心だが、ピカソ以外にも、 現代美術の修作を数多く収蔵している。建物はグリマルディ城と呼ばれ、17世紀にこの地域で勢力を誇っていたグリマルディ家の城塞であった。城塞は1928年以降は私立博物館として使用された。1946年9月半ばから11月半ばまでの2月間、ピカソはこの建物にアトリエを構え、数々の作品を生み出した。 彼はアトリエを去る際、市当局に対して、この地で制作した作品の大半を永久対応したが、このことがきっかけとなり、1966年、ピカソ美術館の開館が実現した。2006年1月から2008年7月にかけて、大規模な改修工事が実施され、展示スペースが拡張されたほか、ピカソの作品が彼のアトリエがあった最上階に移され、 制作当時と同じ状態で鑑賞できるようになった。美術館には、生きる喜び、ユリシーズとセールエイン等のピカソの絵画、彫刻、陶器などのほかニコラド、スタール、ハンス・アルトゥング、アンナ・エバベルグマンなどの作品が展示されている。テラスには、ジェルメーヌ・リシエやミロなどの彫刻が配置され、地中海の眺望とともに楽しむことができる。ありがとうございます。